はい皆さんこんにちは村長です今日はブリューのショートカットキーについて便利に使ってもらう方法を言いましょう全部を覚えるという必要はありませんショートカットキーの中からとっても重要な部分だけをお話ししますのでそのショートカットキーだけを覚えてくださいそしてブリューは Mac バージョンもありますのでコントロールキーはコマンドキー オルトはオプションそのように置き換えて聞いてくださいそれではお話を進めたいと思いますショートカットキーのこの画面をまず出すところから話します一旦閉じますこの時にですねショートカットキーはコントロールキーを押しながら点キーではない通常のキーボードですねスペースキーの近くにあるスラッシュ 日本語キーボードで言えば目というところ、これを押すとショートカットキーの一覧が出てきます。あとは左のタブをこのようにすると全体が見れるようになっています。まず最初にファイルの保存、コントロール S。これはいろんなソフトでほぼ共通だと思いますので、これはしっかり覚えて途中ででも保存をしていきましょう。 次は再生。これについてのことですが、ここで覚えることはファンクションキーの5番もしくはスペースキー。これで全体を再生して確認することができます。そして一つのクリップだけでいいような場合ですね。これはファンクションキーの4番もしくはタブもしくはコントロール P。これでやればいいようになっています。 速度を上げる、下げるは覚える必要はそんなにないでしょう。じゃあ、まずここまでをやってみたいと思います。はい。どのクリップにカーソルがあったとしても、そこからの再生はスペースキーです。通常はこのようにチェックが入っていましたら、再生はそのチェックの部分だけをすることが多いんですが、これはですね、チェックがかかってようと、 かかってなかろうとスペースキーを押すことで勝手に再生が続きますとびきりブリューバンドのライブは圧倒的な音楽とパフォーマンスが魅力のバンドですこのサマーフェスティバルでの出演は彼らのファンにとっても貴重な機会とこのようになりましてスペースキーをもう一度押すとまた続きます機会となることでしょうチケットは早めに転入このような再生方法が あります。ファンクションキーの4番を押すと、手に入れて夏の音楽祭を思いっきり楽しみましょう。はい、ここで終わります。例えばここにカーソルがあったとします。チェックがあろうがなかろうが、ファンクションキーの4番を押すと、チケットは奈良文化会館のチケット窓口やオンラインショップで購入することができます。早めにチケットを手に入れて。 このように1個のクリップだけが再生されるようになります。このように再生方法を覚えておくととっても便利です。おさらいしますが、全体再生とクリップ再生。この2種類をしっかり覚えてください。次は移動についてです。この移動はしっかり覚える必要があります。その中で コントロールの矢印左右ですね。それで単語が移動します。そして、行の先頭行の末尾はホームとエンドです。前のクリップ、次のクリップはコントロールと上下の矢印、そして次なんですが、ちょっと僕がコントロールホームというのをですね。他のショートキーに割り当てていますので、これはちょっと飛ばします。今度は。 動画業と字幕業それを分けながら移動していくのは Alt と矢印ですここまでを実際やってみましょうはい例えばチケットの前にカーソルがあったとしてコントロールの矢印でこのように一つ一つの言葉ずつですね動いてくれるようになりますコントロール左右矢印このように移動ができます 今度はコントロールの上下矢印です。これはクリップ間の移動ができるようになっています。そうしまして、今度はオルトを押しながら上下の矢印をすると、上の音声の部分と下の字幕部分、これが分かれて移動していきます。 お分かか。りりになりまししたでしょうかこのようにして移動ができますしあとホームとエンドによってですねこの字のですね先頭と末尾を動かすことができますはい字幕のところではこのように行の先頭と前になりますが ちょっとこれは僕はバグではないかなというふうに思っています。完全に最後までいかない。これは少しバグが残っていると考えています。次に行きます。今度は選択というところです。これはとっても重要ですので、特にしっかり覚えてください。コントロール A ですね。これで全ての クリップを選択することができます。そしてシフトと矢印を押すとですね、選択領域を範囲のようにして指定できます。そして選択の解除がエスケープキーというやつですね。これでコントロール A、全クリップが選択できます。そしてエスケープキーでそれを解除することができます。またシフトを押しながら矢印を押していくと、 音声のところにあった場合は各行がこのように選択できますし字幕こちらにあった場合はこのように各行を増やしたりすることができます今度はクリップを押しているときはこのようにクリップを足したり引いたりすることができますそして ESC エスケープキーで 選択を解除することができる。これが選択に対してのショートカットキーです。次の編集機能もどうしても覚えてほしいものがあります。ちょっと検索と置き換えというのはそんなにも使うことがないかもわかりませんので、これはちょっと後からお話をします。元に戻す、やり直し、いわゆるこれは Windows でも Mac でも あります。コントロール z コントロール y これを使ってですね。一つ前に戻す戻した作業をもう一度やり直す。こういう時ですね。そして切り取りコピー貼り付け。これはコントロール x コントロール c コントロール v よく使います。そして削除する時など削除の機能は delete ということになります。 これらはもう皆さんが自然に覚えていることだと思いますので、さほど覚えるということはないと思うんですが、ここからが案外重要です。クリップの分割。これがエンターです。そして、この次のクリップに貼り付け。これはあまり覚える必要がないでしょう。今度は、前のクリップと結合。 次のクリップと結合。これはとっても重要ですので、これ最重要と思って覚えてください。Ctrl-E、もしくは Ctrl-Shift-E。これを実践やってみましょう。はい。まずこれを選択してあるときに、18番と17番を結合するときは、Ctrl-Shift-E。これで一つになります。 コントロール Z で戻します。はい。今度は17番を選んでおいたときに、コントロール E。これを押すと、下のクリップとが一つに結合されます。これとっても便利で重要ですので覚えてください。これとついに覚えることは、リリースした楽曲をはじめ、新曲の披露をもという、このはじめ、 で、クリップを分割したいときは、ここにカーソルを置いて Enter。すると、このようにクリップが分割されるようになっていきます。字幕が長すぎて読みにくいとき、こういうときに、この Enter での分割は使いましょう。これが編集の重要なショートカットキーです。はい。そして、先ほどから何度もやってますような、 ショートカットキーを出すのはコントロールとスラッシュ。このスラッシュが点キーでないことを再確認しておいてください。そしてちょっと複雑なところはこの音声詳細の編集。これですね。これが重要になります。ファンクションキーの2。これをやるとどのようになるでしょうか。ここで言う このマウスで済むところです。ここで置いておいて F2 するとこのように音声の編集これを細かくすることができます。エスケープキーで戻ります。今度はちょっとお話で飛ばしてあったところですね。編集の中の検索と置き換えというのがファンクションキーの3番ですね。これ案外大事ですが ファンクションキーの3番で覚えるより他のソフトでよくあるのがコントロール F。これをやってみましょう。ここで例えば彼らというのがあります。他でも出てくるかもわかりませんので、ここでコントロール F を押してみましょう。そうすると、この右側に検索と置き換えというのができます。彼らというのがこのように 三つのところで使っていることがわかります。そしてそれらが動画の方なのか、字幕の方なのか、これを分けることができます。字幕の方にある彼らというのを変える、もしくは動画の方でも変えておかないとですね、喋る言葉が変わってしまいます。そしてこの上下矢印をこのように押すと、 その部分を選択できます。ただし、これは一括で置き換えたり、そういうことができるわけではないようです。この彼らというのを変えたいときは、この音声修正というので、この彼らという文字を私らに変える。そのようにしてやるための置き換え機能で、 これも僕はまだ多分進化するのではないかな。そんな風に考えています。今は通常にチェックしてやるのとそんなに変わらない。この検索置き換え機能がとっても便利というわけではなく、まあ、検索をするのには便利だと思うんですが、置き換えというのはまだ発展途上と言ってもいいのではないか。そんな風に僕は考えています。今日は ショートカットキー。それらをお話ししました。重要な部分だけでもしっかり覚えてやると編集がとっても楽になります。編集が楽になるというのはこのように選択しておいて、オルトを押しながらこうやってどんどん進んでいく。こういうこともできますし、ここで進んだらコントロールの矢印。はい。これで このように少しずつ動かすこともできます。こうやってなるべく早い編集にチャレンジしてみましょう。今日はショートカットキーのことについてまとめてお話をさせていただきました。村長スタジオでした。